アイルランド自治法案を議会に提出するグラッドストーンを描いた絵。第3次、グラッドストーン内閣は1886年2月から8月まで続いた自由党党首、ウィリアム・グラッドストーンを首相とするイギリスの内閣である。保守党政権第1次ソウルズベリー公尺内閣期に行われた1885年11月の解散総選挙は、 自由党が対象した後の総選挙であるから、自由党が議席を落とすと予想されたが、ジョゼフ・チェンバレンの3エーカーの土地と一頭の牛、キャンペーンが走行し、自由党334議席、保守党250議席、アイルランド議会党86議席という結果に終わった。これまで自由党党首、ウィリアム・グラッドストーンは、アイルランド自治の方針を明確に公表しなかったため、 アイルランド議会党は保守党政権寄りの態度をとっていたが、この選挙後、審議会の召集までの間にグラントストーンはアイルランド自治の方針を公表した。これにより1886年1月21日からの審議会では自由党とアイルランド議会党の連携がなり、第1次ソウルズベリー公爵内閣は1月27日の庶民員の採決に敗れ、 総辞職を余儀なくされた。グラッドストーンを嫌うビクトリア女王は自由党内でアイルランド自治に反対するジョージ御や・ゴシエンや第8代アーガイル公爵ジョージ・キャンベルを招集して公認首相について諮問しようとした。しかし両名ともグラッドストーンに増反する勇気はなく、三代を拒否した。そのため女王は2月1日にもグラッドストーンに三度目の組閣の対面を与えることを余儀なくされた。 しかし、ハーティントン公爵スペンサー・キャベンディッシュら保育貴族の大半はアイルランド自治の方針に反発してグラッドストーン内閣への入閣を拒否した。それでもなお入閣に同意した保育貴族をグラッドストンは重要ポストにつけて交流している。新旧新派のジョゼフ・チェンバレンも入閣したが、グラッドストンは彼については抗議しようとせず、彼の植民地大臣就任の希望を退りけ、 自治長官職を与えた。道内閣におけるグラッドストーンはほぼアイルランド自治法案のみに集中した。自治長官チェンバレンの作成した地方自治法案も検討することもなく却下した。グラッドストーンはアイルランド担当大臣に据えた、求心主義者ジョン・モーレイと共にアイルランド自治法案を作り上げた。グラッドストーンは3月13日に閣議でこれを発表したが、 チェンバレンとスコットランド担当大臣、ジョージ・トレベリアンが、アイルランドの独立を招き、大英帝国を崩壊させる、法案であるとして激しく反発し、二人とも辞職した。この後、チェンバレンら新旧新派は、ハーティントン公社クラ保育派と共に自由党を、離党して、自由党一党という新党を形成した。女王もアイルランド自治法案に反発し、 同法案を葬り去ろうと秘密裏に保守党と自由党一党の連携を圧戦した。アイルランド自治法案は4月8日に議会に提出されたが、6月8日の庶民院において93名の自由党議員の造反で否決された。法案否決を受けてグラッドストーンは、1886年6月から7月にかけて解散総選挙に踏み切った。グラッドストンは、 アイルランド自治を訴えて、精力的に演説を行ったが、そのアイルランド一辺党は、有権者から選挙の関心を奪った。結局、保守党316議席、自由党191議席、自由党一党78議席、アイルランド議会党85議席という結果に終わった。この結果を受けて、グラッドストーンは7月20日に、内閣総辞職した。代わって、 第二次ソウルズベリー公爵内閣が発足することとなった。ありがとうございます。